コサック。コサック、歌、サツカツは、ウクライナと南ロシアなどに15世紀以降に、帝政ロシアの濃度性から逃亡した農民や、没落貴族で形成された、独特の軍事的共同体、または、その共同体の一員である。18世紀以降から帝政ロシアによる自治剥奪後に、国境警備や領土拡張の先兵、 国内の民主運動の鎮圧などを行った。コサックの起源については不明な点が多い。15世紀後半にコサックはウクライナの中南部、荒野という草原地帯で発祥し、ドニプロ川の中流を中心とするザポロージャ地方に根拠地を築い。16世紀にコサックの一部はドン川の下流に移住し、そこで新たな根拠地を創立した。 それらのコサックは、ザポロージャコサックとドンコサックと呼ばれ、コサック諸軍の中で、最古軍であった。初期のコサックは、没落した欧州諸国の貴族という牧民の盗賊によって構成され、河川が豊かな土地を有する自治共同体を編成し、国会、アゾフ海の北岸地帯で、略奪行為を行い、東欧におけるキリスト教の世界の先体として、イスラムの諸勢力と戦った。 16世紀後半にコサックは隣国の保護を受け、正式な軍団として公認された。ウクライナのザポロージャコサックはポーランドリトアニア共和国に属するようになり、ドンコサックはロシアツァーリ国に依存するようになった。しかし、両国はコサックを軍事力として利用しながらコサックの自治権を縮減してコサックの領地を自国にものにする政策を実行ていたために、 コサックはしばしば保護国に対して反乱を繰り返した。反乱の中で特に規模が大きかったのは1648年のフメリヌイン・チクイの乱と1670年のラージンの乱であった。後者はドンコサックの失敗に終わり、ドン地帯はロシア領となった。それに対して前者はウクライナにおけるザポロージャコサックの国家を誕生させ、 ポーランド・リトアニア共和国の衰退を促した。コサックの国家は独立を維持するためにロシアの保護を受けたが、ポーランド王国、オスマン帝国、クリミア半国に対する盾となり、東欧におけるロシアの強国化に貢献した。17世紀後半から18世紀にかけて、ロシアに対しドンコサックは、ラージンの乱、1670年から1671年、プガチョフの乱、 1773年から1775年などを起こしたが、いずれもロシア軍によって鎮圧された結果、ドンコサックは完全にロシアの体制に取り込まれた。一方、ザポロージャコサックは大北方戦争の際にロシアに反発したり、コサック国家の近代化によって自国存続を強く意識したりしていたので、18世紀末に分離主義者として、 ロシア帝国によって滅亡させられた。19世紀に入ると、ロシアにおけるコサックは、貴族、聖職者、農民、商人と並ぶ階級の一つとなり、税金免除の引き換えに騎兵として、常の兵役の義務が課された。ロシアは、ザポロージャコサックとドンコサックをモデルに植民地化すべく、地域において十数のコサック軍団を編成し、それらを国境防備や、 治安維持などのために活用した。コサック諸軍団の中に、ドンコサックと並んで、カフカズ戦争や、ロシアトルコ戦争に巧妙を挙げた、クバーニコサックの役割が大きかった。1917年に、ロシア革命が勃発して、ロシア内戦が始まると、ウクライナ、ドン、クバーニにおいて、コサック三国が独立を宣言した。三国は、ロシア白軍及び、 シベリアのコサック諸軍と共に、ロシアの友党とその赤軍に抵抗したが、敗北した。1918年から1920年にかけて、コサック階級は排除され、コサック諸軍は敗軍となった。内戦後、裕福なコサックの一部は、欧米諸国へ逃亡したが、残されたコサックは、共産党による過烈な弾圧の対象となった。ソビエト政府は、 コサックの大部分とそれらの家族全員を死刑もしくは流刑し、ホロドモールによって合死させた。そのため、第二次世界大戦において、コサックの残党はドイツ軍に味方し、ソ連軍と戦った。ドイツの敗北とともに、コサックは共同体としての姿を消した。ソ連崩壊後、ウクライナやロシアの市民団体は、コサックの復帰運動を行っている。現在、 ウクライナ、ロシア、カザフスタン、アメリカなどにおいて、コサック軍と名乗るいくつかの組織が存在している。組織の活動は、コサック文化振興から軍事支援までの広い範囲にわたっている。なお、国のレベルでコサックの遺産を決意いでいるのは、ウクライナである。コサックという日本語の単語は、英語のコザックの発音記号に書き換えたものであるが、英語の単語はフランス語の コゼイクから借用した外来語である。その外来語はウクライナ語のコザークに由来している。しかし、コザークの語源については、定説はなく、以下にいくつかの仮説を説明する。現在の研究史によって却下された仮説は次のようなものである。コザックは、本来は14世紀後半から、現在のウクライナにあたる地域を治めていた自治集団のことであった。 ウクライナ語の発音に近い表記は、コザークとなる。一般に、最も有力だった、ザポロージャコザークが、ドニプロコザック、または、ウクライナコザックの一つ、集団として知られている。現在のウクライナの地域にあったコザック集団はそこに、あった町や村の数だけあったといえ、それらが、基本的には互いに独立して、西欧における、小国家と同じような、小共同体を形成していた。 ウクライナはバト率いるモンゴル帝国の襲来により、中央集権国家キエフルーシが崩壊した後、リトアニア大公国、ポーランド王国、モスクワ大公国等様々な周辺国によって支配されてきた教があるため、コサックもそれら様々な勢力に属し、あるいは独立を求めて、反旗を翻してきた。ポーランドに対し反乱を起こしたボフランフメリにつき、ロシアに対して、 反乱を起こしたイヴァン・マゼーパは特に有名である。しかしながら、ウクライナのロシア・ツァーリ国への併合によって、ウクライナのコサックの独立は失われた。ロシアコサックは、ウクライナのコサックをモデルに、ロシア帝国によって編成された、反応武装集団である。ロシア帝国のコサック兵は、アストラハン、アムール、クバーニ、テレク、ドン、ザバイカルなどの特別軍管区に生活し、 平時には農耕を行い、有事には軍務を行うことを条件に、特権的な土地使用を認められた階級を成していた。なお、ロシア語では、コサックはカザークと呼ばれる。ロシアコサックは、しばしば移民族の富やツアーリからの恩賞を求めて、アジアへと進出し、北、東アジアにおけるロシア植民地化政策に多く、貢献した。ロシア革命とそれに続く、 ロシア内戦の際には、コサック兵たちは、反革命側の強大な軍事勢力を形成し、各地で赤軍と大規模な戦闘を繰り広げた。クバーニなどのコサックは、ツァーリの処刑後独立を宣言したが、こうした独立政権は、旧ロシア帝国領内に無数に誕生した。1904年に、日露戦争が勃発すると、ロシア帝国の極東に駐屯するアムール。 ザバイカルのコサック諸軍が動員された。1904年4月にザバイカルコサックが戦線に出発し、それに続くシベリアコサック師団4連隊、ウラルコサック旅団2連隊、ウスリコサック連隊、クバーニーコールテレクコサック混合連隊も戦地に赴いた。さらに7月に師団4連隊も加わった。コサックの諸部隊は南満州での王力公海戦。 両洋海戦、佐賀海戦などに参加したが、ロシア軍の司令官に判断力が不足していたため、コサックの騎兵は力を発揮することができなかった。一方、ザバイカルコサックの不評と砲兵は、旅順防戦に参加し、203工事の防衛で活躍した。旅順防戦で活躍したロシア軍側の司令官ロマン、コンドラチェンコと大砲隊の指揮官、バスイーリ・ビール・イーも、 ウクライナコサックの家系である。1904年9月に第4ドンコサック師団、4連隊が戦地に到着し、それに続く1905年4月に、カフカスコサック混合師団、クバーニコサックの2つの連隊と、テレクコサックの2つの連隊並びに、第2クバーニ不評連隊、6大隊が満州に着いた。パウロ・ミシチェンコ大将が率いるコサックの初部隊は1904年12月に、 英公子を襲撃し、1905年1月に国交大改戦にも参加した。さらに、1905年2月にシベリアコサックは17日に渡る法展海戦にも戦った。5月から6月にかけて、ミーシチェンコ大将のウラルザバイカール・クバー・テルクのコサック混合部隊は、日本軍の陣地の背後を襲撃して荒らしたが、戦況を変えることはできなかった。 ロシア革命において政権を掌握したボリシェビッキはコサックを敵階級、反革命分子とみなし、ロシア内戦において徹底的に弾圧した。赤軍とチェーカーの手によりコサックの一掃が行われ、人口440万人の70%にあたる308万人が戦闘、処刑、流刑などで死亡した。レーニンの後継者となったスターリンも レーニンのコサック根絶政策を忠実に継承し、ホロドモールによって多くのコサックが合死した。弾圧を逃れたコサックの多くは海外に逃れた後に、独ソ戦においてドイツ軍に協力した。第二次大戦が終わると一部が欧米諸国へ逃亡するものの、ソ連軍に強制連行されるなどして過酷な運命を負った者も,も少なくない。その一方で、ソ連政府は、 1936年に共産党に従順なコサックを中心に赤コサック軍として編成し始めたが基準にあったコサックはほとんどいなかったので内務人民委員部の士官や赤軍の兵士そして非コサックであった町人や農民が赤コサック軍の多数を占めた結果としてクバーニやドンなどでは従来のコサックの姿はほとんど消え赤コサック軍の軍人が住居するようになった 1991年にソ連が崩壊し、ウクライナとロシアにおいて政治家や市民団体はコサックの復帰運動を開催した。ロシア連邦でロシアの国土を広げ、それを守る愛国者と見直しは進められ、プーチン政権におけるロシア軍の愛国主義要成プログラムではコサックの歴史の学習が軍の幹部養成学校で必須となった。現在、ロシアで 自ら、コサックと名乗っている人は300万人。プーチンとロシアを熱烈に支持している。チェチェンなどの紛争にも積極的に参加している。ロシア正規軍への志願とは別に、義勇兵として戦地に赴くことに、彼らの特徴がある。コサックに付随するものとしては、以下のようなものがある。コサックの反乱、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。